皆さんこんばんは。こんばんは。暗いですよ。本日はあの青年局が主催ということで、維新なチャンネル始まりました。一日よろしく、一日ちゃうわ。一時間よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、桃子さん結婚おめでとう。おお。さすが。あ、坂本さんも結婚もいるのか。ありがとうございます。新潮に出てました。そうなんです。先週の週刊新潮に。あ、週刊新潮。あれ、なんかあのフェイスブックで、はい、なんかぼやいてたけど。まあマスコミってあんなもんなんですよ。え、違ったんですか？言ったこと。ちゃんと見てないけども。いや、あの、いいんですかね、こんな話から。あの、いや、ライターさんに、はい、あの記事書いてもらったんですよね、はい、週刊新潮で、はい、週刊新潮のライターさんが書いた記事は僕読んだんですよ、うん、でこれで OK ですって言って OK 出したのと、うんうん、実際すり上がってきた記事はもう全然違う、だからもうデスクが全部面白く変え、面白おかしく変えるんですよ。ホモじゃなかったのか。ホモじゃなかった。ホモじゃないですよ。あれですね。ホモギャルはもう解消で、あの酒井翔生の朝日新聞並みの。あ、そう。差し替えですね。差し替え。まあ、朝日新聞の場合はもうなしになっちゃいましたけどね。まあでも知り合いの記者さんに聞いたら、いや週刊新潮でそんなもんだったらまだマシですよという話だったんで、やっぱり週刊誌に皆さん気をつけましょうということで。そうですね。はい、それ苦情言ったんですか。え、苦情、言ってないです、言ってないですか、はい、はい、知り合いの別の会社の記者さんに聞いたら、ああこれくらいの記事の書きぶりだったらまだ全然問題ないというか、マシですよというふうに言われましたね、はい、まあね、いいことでね、週刊誌に書かれる、まあそうですね、まあ、まだね、はい、まだ、はい、ネタが、本当にもうあのきついのとかがね、あ、本を言ったらなって誰かに言おうかしで、あの維新の会に本もいてませんから一応あの別に本の人たちの人権をあの、うん、あのなんていうんですか、否定するわけではないですけど、ないですけども、そうです、はい、いらっしゃいませんので、青年局だから男だらけですよ今日は、はい、青年局定義ちょっと浦野さん、青年局って何やねんって、多分あのね、はい、青年局のこれ見てください、これバラバラですよ、青年局言ってもなんかこう、はい、とやっぱ浦野さんだけちょっと違うような、いやいや、これあの青年局というのはですね、はい、あの国会議員の中で45歳、そうそうそう、あの知ってる人もいてますね、うん、45歳までの、うん、人が入れるんですね、頭は50歳もうそれはもうあの後ろから見たら山田博先生と見分けがつかへんというのはもう前々からずっと言われてます。でもあのこれ例えばですね、清水さんと、はい、私実は1個しか違わないんですね。そうなんですよね、浦野先輩、あれ反応がなくなった山田博士に失礼やってどういうこっちゃ。浦野さん、今回 の薬事法改正の件はどうですか、リアップがネットで買えない。買えないですね。どうですか。あの別にリアップ使ってないからいいです、僕問題ないです、はい、まああの来週ぐらいからあの厚生労働委員会で審議しますけどね、はい、あの薬事法の改正の、うん、まあ、あの今週の金曜日に今のプログラム法案が終わればの話ですけど ね、まだなんかあの、うん、与野党で揉めてるみたいで、うん、あのなかなか大変ですけども、うん、まあ、あの今日はですね、青年局でこれから、まあ、ここにも書いてますけども、うん、あの取り組み、まあ、青年局で取り組んでもらいたいこととかちょっと募集をしてみたんですよね、うんうん、そうするとなんと事前にはゼロ。おっと。結構あれですか、なんかフェイスブックとかTwitterとか告知はしたんですけどね。はい、そうです、したんですけども、まあ、残念ながら、まあ、まだまだやっぱり、まあ、我々の、まあ、実力不足というか、いや、はい、今まででいいってことちゃいます？皆さんもう今がもう頑張ってるから十分やと、浦野さん頑張ってるじゃん。でも告知が告知なかったやつだってんの。告知どこでしてるの？あの銀座のフェイスブックとかでやってたんですけどね。うん、まあ、あの今からでもこのコメントしていただけたら、我々今日はあの
コメントが命ですんで、このコメントを見ながら今日は1時間ちょっと頑張っていかなあかんなと思ってますんでね。そうだから今どん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 ね送っていただきましたら、それを社会保障の世代感、こんな青年局にこんなこと期待してるというのをやってほしいとかあれば、だからしか映らない、コメントしか映らないというのはなんかおかしいね。年金問題だとかですね。まあ、あの世代間格差の是正っていうのはね、うん、今あの、まあ、まさにもう厚生労働委員会でプログラム法案を今ちょっとやってますから、うん、社会保障制度ですね、社会保障制度のね、はい、あのまあ厳しいですよね、うん、与党はやっぱりもう踏み込めないですよね、うん、自民党には、うん、もう我々はまあいろいろと年金のね積み立て方式だとかやってます言ってますけども、まあ、結局与党はやっぱりもう要選でしょうしね、これに関しては、まあその税金ね上がったら上がっただけ、まあ社会保障に今使う、まあ 8%10% の消費税をね使うって言ってますけども、でもこれでもお金に色がないんでね、あの財布の中に入ると一緒なんですよね。だからそれをほんまに社会保障に使ってくれるのかどうかっていうのはなかなか難しいんですよね。まあ、実際自民党の属議員の方々は、ね、うん、その 増税して増える分の税収分をじゃあ建設に回せとか、うん、道路に回せとか、うん、言ってますからね、まあ、事実5兆円、ね、経済対策するわけやから、まあ、税収のほとんどと同じぐらいの、うん、経済対策をまた、うん、あのこれからまた打つということやからね、うん、結局はその原資ってじゃあ何か言ったら借金になっちゃうんですよね、またね、うん、そういうことですね、うん、だから、まあ、まあそれでほんまにいいんかなって我々は思いますけどね、うん、なかなか与党はそれで行くみたいで、はい、まあ浦野さん、あのなんか自己紹介ないのかってツッコミがありましたけど、うん、そうですよ自己紹介、そしたらこっちからあのじゃあ私からいきますかね、うん、あの先ほどから見させていただいて、あの神職イコール神主とか出てたんですよ。ほう、まあ、そうですね、その通りで、私あの実家が鹿児島なんですよ。鹿児島の人ではちゃんどんごんです。ちゃんどんごんはまあお褒めの言葉と受け取らせていただきますけども、あの鹿児島一区選出の山之内剛と申します。で、まあ代々実家は神主でございます。で、私も前回まあ神職から急遽鹿児島一区で出馬して、九州比例で当選させていただきました。独身ですかと答えありましたんで私は独身でございます。ですので坂本さんも結婚されて、百瀬さんも結婚されて、今ここにいるのは私と清水さんが独身でいらっしゃいます。で、祭神はどの神様ですので、あの、まあ、鴨を八幡神社と言いまして、八幡なんで、あの、まあ、よくあるのはまあ神宮皇后と応神天皇って言って、まあマニアックになりますけれどもまあこういった人間でございます。かしこみかしこみ、そうですね神々の遊び家ではないですね神々の遊び家ではないです。知ってはりますね。いやいや、最近の時代放火が多いぞ、気をつけないといけない。ホモではないですね、神々の遊びではないですね。いや、あの山内と申します、よろしくお願いいたします。百瀬智之と申します。ちょっと今日こういうあの番組出させていただくの初めてで、いやいやいや、だいぶ緊張はしておるんですけども、まあ、どうしても浦野先生からあの引っ張られまして、今日は仕方なく出ておりますけれども、よろしくお願いいたします。あのさっき見てたらもう真っ先に百瀬おめでとうってあの出てて、すごい、あ、嬉しいなと思って、出ます、うん、ありがとうございます。これから、私あの長野県の出身でございまして、うんうんうん、一応比例の北信越ブロックから選出になりますけれども、うん、百瀬さん知らないという方も、ね、たくさんいらっしゃる。出なくてもいいんだ、出なくても、あ、言葉気をつけますんで、あのこれからどうぞよろしくお願いいたします。経歴何も言ってないけど、経歴は何やってたとか謎にしといてください。いやいや、多分まだ怒られる暗いよって暗いよって言われた。国会議員の名前ぐらい、これから出していきます、ね、はい、まあ、あの彼はあの
彼もホモではないです。ホモではないです。新子さん。はい、新子さんですから、はい。ホストでもないです。ホストでもない。髪型昭和かもしれない。髪型昭和って言われたら、俺どないなんねん。もう昭和どころか。年代超えてますよ。もういつの時代でもそれは。時を超えてしまってるからね。はい。僕もやっぱり言った方がいいんですかね、やっぱり局長、局長、局長、あの、はい、30歳ではないです、うん、大阪15区というところなんですけども、皆さんで、まあ、全国の方で分かる言葉といえば河内っていうところですね、大阪の河内というところ の南の方にある地域の出身です、うん、まあ、大阪維新の会をもともと大阪で作った時から、まあ、あの維新の会に、まあ、在籍してる、まあ、一番の古株になるんですけども、まあ、国政は今回去年、出て1年、まあ、まだ1年経ってないですけどもね、こうやって、国政に出てきたのは皆さんと同じタイミングなんですけども、うん、清原に喧嘩を売った、いやいやそんな売ってない売ってない売ってないですよ、清原めちゃくちゃ怖いですよ、でかいですしね、かなり、まあ、強いですから喧嘩ももともと、PL 高校、まあ、PL 高校が実は私選挙区なんでね、はい、選挙区にある高校なんでよく知ってるんですけど、仲間の深井議員にもPL 高校の野球部の、あ、鈴木さん、はい、ね、OB 鈴木先生がね、地元の深井議員の先生でいらっしゃいますけども、PL 高校のしかも甲子園に出たことのある、うん、人ですから、その、清原さんの後輩に当たる人ですね、はい、まあ、青年局長ということで、まあ、やってますけど、その青年局長になったいきさつがですね、まあ、松井幹事長、大阪で会議あった時に、うん、まあ、松井幹事長にですね、まあ、東京の会議で青年局も作らなあかんのんちゃうかっていう話が出てますよっていう報告をしたんですよ、うんうんうん、そしたら、うん、松井組長が、うん、お前やったらええやないかほんだらって言って、言い方、それで決まっちゃったんですね、だからまあもう完全なもうなんかトップダウン、トップダウンこれまあ普通はね、その、はい、いろんなところの過程を得て正式に承認してもらうっていうのが普通なんですけど、若頭に示された、あっという間になってしまいまして、まあ、そのままずっ来たんですけども、ちゃんと組織決定してくださいということをお願いして、その組織決定されたのが実は、8月ぐらいだったですかね、まあ、半年ぐらい経ってました、もう幹事長に言われてからは、はい、まあ、組織でちゃんと承認をいただいて正式に青年局長になってますんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、じゃあ僕が、はい、参議院の、兵庫選挙区の清水孝之と申します。維新のチャンネルを何度か出させていただいておりまして、本当に喋りのベタで本当素人で全然、いやいやいや何プロでしょ、すいません昔ちょっとだけアナウンサーをやってたことが、ちょっとだけちょっとだけちょっとだけありまして、関西じゃ相当有名なんですけど、こうテレビとかカメラ見るとちょっとなんか妙にテンション上がるという不思議な習性が職業病ですね、これがなんかカメラ見ると寄ってってしまうので、ね、今日ピンマイク、普通はですね、ここにありますこう備え付けのね、このマイクで音を拾って、この黒いやつですね、これで拾ってるんですけども、今日人数が多いのでピンマイクをここにこうつけてもらったんです、これほら、このピンマイク、これが懐かしくてですねこれが嬉しい、これね、アナウンサーで番組やってたんですけども、CM 中に時々トイレ行ったりするんですよね、でそうするとこれつけたまま、まあ、行くんですけど音が入るね、嫌なので音切ったりとかするんですよ、そしたらね、そのまま CM 終わって番組始まって、どうもこんにちはとかおはようございますとか言うと音入ってないと、口パクになったりするってよくあったんですけども、そんなの、はい、このピンマイクが懐かしいなと思いながら、はい、今日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ご無沙汰してますと言った方がいいんですかね、ちょっと維新なチャンネルは久しぶりの出演になりますが、広島7区から、出馬をしまして、比例中国ブロックで当選をしました、
衆議院議員の坂本大輔です。そうです、あの新婚ほやほや、元自衛隊じゃないんですけど、自衛あの太ったなってますよ。そうなんですよ、なんか最近ね太ったってよく言われるんですけどね。どうなんですかね、太りましたかね。太ってないと思うけどな。そうなんですよ、なんか幸せ太りとか言われるんですけど、まあ幸せは幸せです。あららら、今ブーイングのが出るのかな、ブーイング出ないかな。どうです結婚って大変じゃないですか。いやずっと誰かと一緒って僕ちょっと苦手。ね、それはちょっとね、短期間旅行、例えばこれ女の子と、まあ、旅行とかね、はいはいはい、一泊二日ぐらいまでただ楽しいんですけどね。あ、なるほどね。二泊三日僕ね、ずっと誰かと、まあそれ男性でも一緒なんですけど、ずっとしんどい。こんな話違います。いや私はまああれですけどね、はい、全然そういったの苦にしないですけど、苦にしないです。そう言ってた方がいいかな。そういう相手と一緒になったらいいんじゃないですか。あんまりその距離を取りたい相手と一緒になったら多分うまくいくんじゃないですかね。あ、まあ、あのコメントでもね、はい、まあ、あのそんな話してっていうメッセージありましたけど、はい、でもねこれ僕これ大事だと思うんですよ。やっぱりあの、うん、やっぱりだってこの国今少子高齢化でね、はい、大変な時期来てて、うん、で我々はそれで今煽りを受けて、うん、その世代間格差のね、うん、ことを今やってるわけですよね、うん、でまあ私は結婚して子供も2人いてて、うん、いい家庭を築いてる素晴らしいお父さんですけども、うん、みんながそうであれば、言ってくれないから自分で、あのこれ、うん、ね、この国も良くなっていくんですよね、うん、実は、うん、だからそういう意味ではやっぱり、まあ、その別に結婚しない人がねどうこうっていうつもりは僕もないですけども、うん、やっぱりその結婚して子供ができてっていう、うん、そういう世界っていうのがまあ僕は素晴らしいということはやっぱり政治も伝えていかなあかんし、うん、人間としてやっぱりそういうことは伝えていかなあかんちゃうかなと思いますね、うんうんうん、根本ですよね、はい、根本ですね、うん、まあ、何なんて今清水ショック清水ショックいやだからね、その結婚してない人もたくさん、まあ、今日見られてる方でもねやっぱりそのしてる人としてない人といると思いますけども、うん、まあ、でも僕はやっぱりいかにそれが素晴らしいことかっていうのはやっぱりその結婚してる人間は結婚してない人たちに伝えてあげるのが本当はいいんじゃないかなと、うん、まあ、ましてや我々はね、うん、その政治家ですからね、うん、皆さんにこう、うん、発信をしていくことが、うん、まあ、仕事ですから、うん、それはやっぱり思いますよね、うんうん、まあ、でもそういう人の意見に流されたのも政治家ですからね、これ大事ですから僕はもう独身、まあ、その独身の、ね、皆さんはね、はい、まだ本気でしてないだけだと思うんですよこれからです、頑張ります。さっき私はあの神コメントガンミってなってたんですけど、私は決して神ではないあの神主でしたけど神ではないんですよね、うん、あのそこをちょっと理解していただきたい。私普通人間です、ね、うん、まあ、ぼちぼち政治の話をというふうに言われてますけれども、うん、青年局というのはじゃあの局長あのそもそもどういう、 こう、まあ、目的もしくはどういうことをやっていきたいと、まあ、やっぱり若い世代の意見をやっぱりどんどん取り入れていくということですよね、うんうん、まあまあ、世代間格差の是正というのはまさにそのうちの一つですよね、はい、であと、まあ、子育て政策とかも、ね、ありますけども、ちょっとコメントがちょっと気になりすぎて山内挙動がおかしいなってなんかあったから 上西議員は今日はあ、そうなんです、ね、すいません、あの、うん、期待されてる方いらっしゃいますけど、うん、今日はお見にならないです。青年局、あ、申し訳ないです。逆にじゃあ我々が書きますか、これあります、青年局の取り組みこんなことしたいと。あ、そうですね、そうですね、皆さんからまあこんなことしてほしいというのをね、うん、もういただくのもまあまあいいんですけども、うんうんうん、一回ほんなら、あの我々今からフリップボードにほんだらこういうのを、まあ、青年局としてこういう取り組みをやりたいというのを、うん、まあ、書いてもらうと、その間に皆さんもちょっとあの、うん、どういうことがやってもらえるか、うん、そういうのをちょっと意見を出し合っていただけたらと思います、うん、ならちょっと今書きますか。なんか青年局ですよね。青年局って、そうそうなん、青年局って幅広いですよね、まあ、青年局っていうのはもう、うん、まあ、もちろん青年局だからといってその、うん、
高齢者のいろんなことをやらないというわけではないんで、ね、そうですよね。それも含めてやっぱりその社会を考えていかないとあかんと思うんで、うん、厚生労働委員会はだから今結構、うん、凄まじい議論がありますね。参議院も今猪木さんのいろいろ議論がね、はい、沸騰してますんで猪木さんね、ちょっと最近暗くなる話ばっかりですね。そうですね。まあそれは与党がねかなり調子いいですから、それはなかなか、猪木さんとねこの前ご飯行かせてもらったんですよ。あ、そうなんですか。はい、誘っていただきまして、はあ、でずっとねずっとまあ同じ参議院ですから、猪木さんとお会いすると、書いておいてくださいね皆さん。そう、猪木さんからですね、まあ、清水さん行きましょうよこれ行きましょうよずっとまあまあすれ違ったり顔を合わせるたびに言っていただいて、肉が好きですか魚が好きですか元気ですか、美味しいとこ持ってかないのさって言われていて、でまあでもあれだけのやっぱりまあまあ、 ビッグな方ですから、ある意味は社交辞令も入ってるんだろうなと思いながら、まあそうですねぜひぜひお願いしますって言ってたんですけども、結構ね何回も何回も誘っていただいて、で最終的にはもう清水さん秘書うちの秘書とねスケジュールあと調整してください、僕はもういつでも OK ですからって言っていただいたんで、で行かせていただいたんですよ。であれですよ、青山のね中華連れてっていただいて、猪木さんがですよオープンスペースの中華ですよ、他のお客さんいらっしゃるようなあの中華で、まあ美味しい中華料理屋さんなんですけど、そこで食べて他のお客さんびっくりじゃないですか、入ったら猪木さんいるんですよ猪木さんまた赤いマフラーですよ中華食べる、赤いワイン飲んでるんですから赤いマフラーして、まあよくの、ね、食べるし飲むし元気です、ね、そうね、そう元気でもすっかりごちそうにも、ね、なりましてね、まあ、元気ですかって聞いて、猪木さん元気ですかっていうコメントありましたけど、今ちょっとさすがに元気はないですね、あるかないかな、まあ、ないですね、ほんなら、書かれた方からどうぞ。ほんなら坂本先生、坂本さんから、はい、まあ、青年局で、まあ、やっていきたいこと、これ僕自身が、まあ、もうずっとテーマにしていることでもあるんですけれども、じゃあここにせっかくありますね、ドンと、まあ、交流というか、まあ、そのなんていうんですかね、若い世代の、方にやっぱりその政治に対して関心を持ってもらいたい、世の中と関わることに対して、もっと関心を持ってもらいたいっていうことを、まあ、僕はもう一生政治テーマにしようと思ってるので、自分自身もやっぱり青年局としてもそれをやっていきたいなと思いますし、皆さんにじゃあちょっと今日見ていただいている方にちょっとクイズを出したいんですけれども、今日本で一番その人口が多い世代、まあ、10歳ごとに区切った時に多い世代って何歳代だと思われますか、よかったらコメントください。そんな段階じゃないですか、60ね、60あれですよね、僕も60だと思う、と思いますよね、と思いますよね、実は違うんですよ、70代か、実は30代なんです。これ、まあ、ちょっと人口統計が出てる2009年のデータしかないんですけども、2009年の時点では実は一番日本で今人口が多いのは30代なんです。そうなんですか。でその次はおっしゃる通り60代、ただ実は70代よりも20代の方が多いんですよ。でもみんな多分若い世代の方って、まあ、僕もやっぱりこういう立場になるまではそうでしたけれど、僕らがどんだけこう投票に行ってもね、なんかものを言ってもどうせ僕らはマイノリティだし少ないし声が届かないから意味ないよっていうふうに思われてたと思うんですけど、実はそうではなくって、だから若い世代が動いたらやっぱり政治って変わるんですよね。でも実際今なんで変わらないかっていうと、やっぱり投票率が、若い世代の投票率がものすごい低いからなんですよ。だからやっぱり僕はそこを変えていきたいと思うし、変えられるんですっていうことを伝えていきたいなと思いますし、こうやっぱりその僕本当に同世代のね、こういう若い議員がそういうことをお話しすれば、若い普通のね一般の方もやっぱ反応してくださると思うんですよね。いくらそのまあ言ったらおじいちゃんが言っても説得力ないと思うんで、まあ、それができるのは僕ら若い世代なんかなと思ってます。はい、そうですね。なら続いて暗い百瀬君に、ちょっと暗い声が今日は青年局長の強化ということで皆さんにですね、
局長の局長の局長の評価とか局じゃなくて局長に立てる。まあやっぱりあのどうやらあの清水さんもご用意されてるみたいですけれども、はい、自民党には強力な、あ、僕も出しましょうか。じゃあ、僕ももうはい、すいません、こちらも取ってください。はい、僕もこう書きました。はい。小泉進次郎さん、そうなんです、はい、強力な青年局長いますから、もうか青年局という、というもう小泉さんの、はい、進次郎さんのイメージですよね。そうなんですよ。だから一般的に国民は青年局って言ったらまず自民党を思い浮かべちゃうと思うんですよね、うん、だそこに、まあ、我らは浦野局長ということで、うん、まあ、増毛だけではなくてですね、うん、してないっちゅう、我々がやっぱりしっかりあのバックアップしながら局長の、まあ、パワー地位向上とパワーアップ、うん、これをやっていかないとダメかなと思ってます。まあ、あの本人のコメントとしてはですね、うんうん、まあ、その小泉進次郎さんと比べられるとそれちょっと厳しいですよね。まあ、まあ本当にね、頑張って今政務官、内閣の政務官ですかね、政務官また今拝命して、で実はもう青年局はもう青年局長じゃなくなってるんですね。そうですね、降りましたね。もう今降りてるんですよ。あ、そうですか。忙しくなったんで降りたはずですわ。まあ、でもまあ、非常に答弁もあちこちで引っ張りだこで、うん、やっぱり回ってますから ね、 ね、まあ、厚生労働にも何回か来てましたけども、うん、まあ、やっぱりしっかりしてますよ、うん、まあ、小泉さんの方が全然国会議員としてのキャリアは上ですけどね、もちろん。そやけども、まあ、若いからとかそんなんは全然ないですよね、うん、やっぱりすごいですよね、小泉さんはね。ただちょっと真面目な話していいですか、うん、ただその真面目で言っちゃう、まあ、小泉さん確かに進次郎さん、はい、僕も素晴らしいと思いますし、うん、予算委員会でしたっけ、安倍総理にですね、うん、医療保険制度 の、 75歳の特例措置ね、1割負担というのをもう戻すべきだということも、まあ、ズバッと言われてましたし、うん、まあ、ある意味我々若い世代の声っていうのをしっかり、まあ、発言されてるとは思うんですけど、うん、じゃあ政党として若い世代の声がちゃんと自民党の中で小泉さんの声がこう届いてるかというと、残念ながら全く届いていません。で、小泉進次郎さん以外の自民党の若手、まあ、基本的に一期生ですよね、まあ、僕らと同じ30歳前後の方も結構たくさん向こうもいらっしゃるんですけど、じゃあその声が届くかというと全く届かないし、一切発言権はないんですよ、うん、基本的に。ただ我々は、まあ、僕ら実際やってますから分かりますけど、うん、我々の党って本当にベンチャー政党でできたばっかりの党なんで、うん、一人一人の声がちゃんと反映されていくわけなんですよね、うん、で僕らの声も本当に、まあ、今日もね、まあ、原発の ね、県で、カンカンガクガク議論しましたけれども、うん、本当に一人の議員としてしっかり発言ができるし、それがきちんとその政党の主張として反映ができるというのは、まあ、ある意味若い世代の声をしっかり反映させられる政党っていうのは僕は維新が一番じゃないかなと、まあ、身内が言ってもしょうがないんですけど、うん、本当に思ってます、そこは、はい。そうですね、まあ、自民党さんなんかは人数が多すぎて、うん、結局質問にも立たせてもらえないんですよね、うん、1年生議員なんかはもう立たして、まあ、何回かは見ましたけども、うん、立っても15分とかね、うん、もう本当に用意されてる原稿を読むみたいな感じの質問しかさせてもらってないっていうのが、うんうん、まあ、現状なんですね、まあ、人数が多すぎてもその回ってこないんですよね、うん、質問が、うん、そうですね、でも勉強、まあその間中じゃあ何をしてるんか言ったら、まあ政策の勉強をまあ自民党は一生懸命してるはずなんですけども、まあそういう意味では若い世代の国会議員でもうありとあらゆる、まあ維新の会なんか人数が少ないんでね、もう今国会でももうみんなどれぐらいやりました？僕はもう厚生労働で2回、もう90分近く質問やってますけど、もう3回やります。3回、うん、まだ1回かな、まだ1回、まあ、だから我々は非常にその質問をする機会も、うん、自民党の先生方と
違って非常に多いですし、この会派全体の中 ですね、年配の先生方も僕らの話をよく聞いてくれるんですよね。非常にこわもての大先輩たちも非常によく話を聞いてくれます。真ん中って自分いや今ですね、また出たんですよ、神は喋らなくても意思疎通ができるみたいなのが出たんですよ。まず神じゃないですね。まず神じゃないし、喋らないとやっぱり意思疎通はできないですから、でそこはまた違うんです。でそれに壺が入っても百瀬さんがへこんでたら、おい真ん中って。すいません、壺が浅いもんです。すいません。いやまあこういうのやっぱり慣れやからね。その清水さん、山の神とかよくねありますよ、箱根駅で。山の神、神の神ですよ。清水さんみたいにやっぱり慣れもやっぱり必要なんですね。こういう番組ってね、やっぱりテレビってね。まあそれは絶対そうですね。だからもうそれはもう局長がもう上西さんなんかはね、やっぱりもう毎回維新なチャンネルでやってるから、もう安定感が今どうやら出てきてるんですよね。最初ね、棒読みってめっちゃコメントで突っ込まれてましたけどね。今全然、今はね、全然ですからね。質疑も一緒ですよね、質疑も。やっぱり場数踏んで何回もやるとちょっと慣れて、それが、まあ、先ほど先生も言ったように、なかなかやっぱ自民党さんだと回ってこないですもんね、まだ1回もされてない方も。いや、もうほとんどちゃうかなですよね。我々は通常国会から言ったらもう10回ぐらい皆さん、僕20回ぐらい言ってますよね。やっぱ勉強になりますよね。そういった意味じゃ、まあ、ちょっと、まあ、青年局の活動というよりは、まあ、その青年政治家として勉強させていただいているとかありますよね。そういった意味ですね。なんか言われたんですか、松井幹事長からの指名で青年局長にこう疲れたわけですよね。いや、松井さんからこういう青年局作れよとか、こうしろよという、まあ、それは一切ないです。ないんですか、はい、一切です。まあ、それはね、まあ、国会議員の人らに、はい、まあ、任せるわと、そっちはそっちでちゃんとしっかりお前らが責任持ってやれよという、松井幹事長はいつもそういうことを言う人なんでね。まあ、それはもうだから、もうたくさんのことは言わないです。その代わり後ろからお前ら分かってるやろなっていう、そのプレッシャーだけがひしひしと出てくる、伝わってくるだけで、はい、それはもう特に何も言われたことはないですね、あの人には。はい、あ、そうですか。はい、まあ最近知事もちょっと幹事長もね、ちょっと疲れてるみたいですけどもこの間おたらなんかちょっとなんかしんどそうでしたけどね。堺の市長選挙の最中ちょっとお疲れ。ああ、まあまあ、それはね、大丈夫。まあまあ、あれはやっぱり、まあ、ハードでしょうもんね。ね、ハードやったし、やっぱり結果がね、まあ残念な結果だったんでね、余計にやっぱり疲れがやっぱりね出てしまいますよね。あれでね、やっぱり結果が良ければね、もう一瞬でそんなのなくなるんですけども。まあでもね、まあ、大事な選挙を負けてしまったのはもう事実ですからね、まあ、これから、まあ、だからといってね、諦めるということはないですから、これからまだまだ我々はやっぱやっていかなあかんのでね。で、局長はこれ、落としですね。神最後で、それかなりのプレッシャーやけど、いや、正直ですね、皆さん申し訳ないんですけど、こう、まあ、まさにこう言いたかったようなことを言っていただいて、私それ神にしか見えないとかですか？僕には見えないんですけど、なんかそういったことですね。いや、まだ見えへんぞこれ。書いてないんですよね。まあでも見えない。さすが神、見えないって神落ちます。いや、そんなことないですけど、いや本当にまあ、まさにおっしゃったようなことで、まあ一番。まあ、やるべきこと、やりたいことっていうのはやっぱ若い世代の方々との、まあ、除霊じゃないですよね。除霊ではないんですね。だから彼女の話してもあれですかね、まあ、除霊とかじゃないんですね、彼女の仕事はですね。違うんですか。どっちかっていうと陰陽道とかですね。で、何の話、この政治の話じゃなくなっちゃいますからね。百瀬笑いすぎやろ。陰陽師とかも除霊とかではないで、まあ、どっちかというと伝統文化的なお祭り、まあ、そうなんですけど、やっぱ若い世代の方々と
コミュニケーション高齢でもないですね、ちょっと喋れなくなりますけど、若い方々と、まあ、接する機会、まあ、こういったものをできれば日本上もでもないですけどね、ちょっと喋れないんですよね、喋れなくなってますけれども、もうちょっと風の谷の山の内でもよく分からないですけど、申し訳ないです、ちょっと真面目にキャスティングします。前はすげえ皆さん面白いですね、皆さん面白いからちょっと喋れないんですけど、やっぱ若い世代の方々と日本全国コミュニケーションしないっていうのをちょっと思った、ちょっとちょっとそこ入りすぎて、ちょっと隣でこう面白いとこっちも面白くなってしまうんで、やっぱ若い世代の方々とコミュニケーションしていくって、これはもう第一前提だと思うんですね。で、私もまあ31歳、今年32歳なんですけれども、やっぱり地元の同世代、まあ、私なんか選挙は本当同期すると思うんですが、同級生、が応援してくださった、まあ、なんです。で、私が国政に出たことによってってちょっと思うんですが、ちょっと待ってください、水飲みます、水飲みますもうこれやっちゃうもうやっぱ私が出たことによって今まで見なかったニュースを見るようになったよという同級生が多いんです。アベノミクスって何なのとか、今これどういうことなので、今フェイスブックもありますし、それでこうやり取りするんですよね。したら、今3本目の矢が大事だから、まあちゃんと放たれてんの、いや放たれてない、この前川柳書いた人がいて、まあ、知り合いですけど、放たれぬ3本の矢放たれるっていうのやりたいんですよ。僕は却下ですけど、そういったコメントを入れてくるような同級生が増えたんです。要は今までそんな話絶対出ないです、30代で。私の周り鹿児島に出なかったのに、やっぱりそういった興味を持っていただいたんですね。だからやっぱり我々がそういった活動を地元でしていくことによって、多少なりとも政治に関心を持ってもらう、これが一番若い世代の方々ですね、それが一番やれることなんじゃないかなと思っております。はい、山内さんがさっきの川柳を作ったんじゃないですかね。そうですよ、私じゃないですよ誤解がある、もうね、上野内さんってなってますけどね。局長行きましょう、局長、はい、まあまあ、総合した話に、まあ、なるんですけどもね、結局はやっぱりその皆さんに政治に目を向けてもらいたい、これはもう若い人っていうことではないです、まあ、若い人はもちろん向けてほしいですけども、やっぱり日本に住んでる人みんながね、やっぱり日本の政治に目を向けてほしいですね。でそうじゃないとやっぱりいいことも悪いことも勝手に進んでしまうっていう、僕はその危機感といいますかね、実際、まあ、政治家、私は、まあ、府議会、大阪の府議会で、30歳から議員やってます。で、まあ、その頃は本当に先ほど山野井さんが言ったみたいにね、僕の世代の人たちも、僕が府会議員になって議員になったから政治に、まあ、ちょっと興味を持ち出した。で、まあ、そこから政治への関心が始まるっていうのは、これはもう同じなんですね。自分たちのやっぱり周りも同級生もみんなやっぱり、誰かが政治家になった、そのきっかけで興味を持つ。でもう一つ興味を持つのが一番多いのは、やっぱり結婚して、で子供ができるとか、そういった時に政治に興味を持つという人が多いんですよね、やっぱり。でこの政治に目を向けるというのはですね、本当に重要なことで、特に、まあ、青年局としてね、全年代の方に政治に目を向けてほしいですけども、やっぱり特に見てもら 目を向けてもらえたのは、僕はやっぱり大学生ですね。やっぱり大学でいろんなことを、まあ、勉強をすると思うんですけども、その中にね、やっぱり政治っていうのをやっぱり絶対に見てもらわないとダメだと思うんですね。政治なんて関係ないわって思ってる若い人が多いですけども、それは間違いやったっていうのは、みんな年取ってから気づくんですよね。だから政治ってどんな場面でもその絡んでるんですよ、生活に。政治の絡んでない生活なんて世の中には実は一つもないんですね。例えば救急車とかでもね、今
日本は、タダでみんな乗れますよね。今何かあったらすぐに乗れます。でこれね、なんでタダで乗れるんか言うたら、政治がねそのお金を税金から出してるからタダで乗れるだけであって、これ政治があかんって言ったらタダで乗れないんですよね。それが今のアメリカなんですよ。アメリカなんかは政治がノーと言ってるから救急車には有料でしか乗れない。これが政治の力なんですよ。やっぱりその皆さんが普通に享受しているいろんなありとあらゆることが実は政治の世界で決められて行われているっていう、これがねやっぱり分かっていただかないとやっぱりダメだと思うんですね。この国は良くなっていかないと思うんですよね。私はだからもうそのためには本来はねその義務教育の中でもっと政治の仕組みっていうのをやっぱり勉強しないとダメなんですよ。当たり障りのない勉強はするんですよ。国会の制度だとか衆議院だ参議院だとか、ね、三権分立のそんな、いやまあ、あそんなんそういえばやった記憶があるなぐらいでもう終わってしまいますよね。でそうじゃなくて本当はもっと政治の世界が密接に自分たちの生活に関係してるっていうのはやっぱり分からないとダメです。まあこれは日教組が意図的にね、まあそういうふうにその政治から目をそらすためにやってるんじゃないかと、まあ私たちは思ってますけども、まあでもそれでもねやっぱり自分たちで興味を持たないとダメだと思うんですよね。だから知らんかったでは済まされへんのですよ実際は。社会ってだからまあそういう意味ではもっと自分たちの、まあ、人生に責任を持ってもらうっていうことがイコール、まあ、政治に目を向けるってことになるんじゃないかなと思いますね。いや本当そうですね。やっぱそもそも、まあ、歴史もそうですけどもこうやっぱ紐解いてくると、まあ、人がたくさんそこに生活していくと必ず政治が生まれるわけですよね。もう何人かいたらじゃあみんなでお金出し合って共通のことをやろう、もうそれが税金だし、それを行使する人がいて、まあ、昔はまあ王様みたいな方がいたわけですよね。やっぱ当たり前の生活の中に政治がある。でそれを作っている今の一票のこの投票権ですね。こう昔は3円以上の方、10円以上の方もちろん男子で、戦後ようやく女性まで投票権持ってってなったわけですよね。この大事な一票がどう今の社会を作ってるのかっていう認識を、まあ、共有していきたいですね、若い世代の方々と。やっぱりそういうふうに、まあ、やっていくことが、まあ、特に今青年局というか、まあ、私もしたいことですね。20代30代の若い方々思ってます。まあそのやっぱりみんなね興味持ってもらわないと、まあやっぱりいいものも良くならないですよね。投票率低いですもんね。そうですね。寂しいですよね。今日はね委員会で、選挙制度のまあ委員会でね、はい、まあ、議論してる時に資料の中で投票率の一覧がちょっと出てたんですけども。やっぱり国政は低かったですよね。都道府県議会の選挙と市町村議会の選挙と国政の選挙とちょっと並んでたんですけど数字が、やっぱり市町村議会はやっぱり直接、ね、皆さんにやっぱり生活に密着している政治なんでやっぱり投票率高いところが多いんですよね。で都道府県議会になるとやっぱりちょっと広域の仕事になってくるんで、まあ、ちょっと生活から離れちゃうんですね。で国政なんかもはもっと言ったらその直接生活に関わらないようなことをしているふうに思われてるんで、もっともっと投票率が下がっちゃうんですよね。だけども国の法律で定めてることが大半なんで、実は一番生活に密着してるって言っても過言じゃないんですよね。国会のそのいろんな議論っていうのはね、やっぱりそれはやっぱりこの前の、まあ、我々が選挙した衆院選、まあ、投票率なんですけど、ですね、私の鹿児島1区って 51% だったんです。で全国で一番低かったのが確か高知1区だったと思うんですね。 50.何%、で2番目に低かったのが私の鹿児島1区で 51.7%
ナンバーズ、うん、で3番目に低かったのは小泉進次郎さんのところなんですかな、うん、51%、まあ、ある意味もう小泉さんが勝ちで決まりだからってことなのかもしれないですけど、まあ、いわゆる今こう地方中の地方、昔それこそ明治維新を起こしたところが投票率下がってるんです、うん、まあ、薩長土肥とかですね、だそういうふうに地方中がちょっと国政に対しては投票率が下がって、でさらにですね鹿児島の場合はまた市長選とかがもう 30% ぐらいですね、うん、で鹿児島市でいうとですね、で市議会選挙もまた低いんですね、 40% 台、うんうん、どんどんですね地方から気づいたら投票率が減っていってるっていうこの現実がありますね、うんうん、だから前回の衆院選と比べると鹿児島1区は17ポイント落ちたんです、うん、68% から51%、うん、まあ、そういったすごい急落しているところもあるんですね、うんうん、もちろんそういったところの、受け皿になっていかないといけないとは思いますけれども、うんうん、そのために活動、うん、していかないといけないですかね、うんうん、最近さっきからコメントを見て、あ、暗いって言われましたね、まあ確かにちょっと今、まあ、暗い話になりました、ね、暗くなる、自分たちが暗くなるような話でしたね、うん、そうですね、活気がない、まあまあ、そこをどうしていきたいかという、投票したい人物が泣いてありましたけどね、あ、それは、まあ、それを言われるとね、そう言われるとうちらも頑張らない、うん、なかなかやっぱり頑張らないといけないですね、受け皿になるべく頑張らない、うんうん、真剣になるとトーンダウンしていく感じだねで、これでまた言ったら言ったで真面目にしようとか、ね、あ、そうですね、まあまあ、でもまあ、はい、そのバランスをね、やっぱさっきからなんか百瀬くんは全然喋らへん、いやでも実は私しっかり聞いてまして、それは当たり前、それ聞かない、確かに思うところはあったなと、先ほど浦野先生がですね、まあ、政治は全てにつながっていると、うん、大変名言だと私も思ってまして、うんうん、まあ、ここに水があるんですけど、あら、こっからなんかやっぱりこんなに綺麗な水が飲める国って他にないんですよね、素晴らしいですね、で私もまあ地元長野県ですごい美味しい水が毎日飲めるんですが、まあ、それをある時ある人がですね、これを東京に持ってって、まあ、売ればかなり利益になるぞということで、こう、まあ、松本とか安曇野町はこう盆地になってるんですけど、この山の中腹ら辺でどんどん水を汲んでですね、で東京の方に運んで、まあ、都市部に運んで、で売るということをしてたんですが、そしたらこの下の方で水が足りなくなっちゃったと、途中で取っちゃうもんで、よって下の方で農業をやっていた方々が今困ってるよという状況がですね、まあ、生じてまして、でやっぱりこういうことって、まあ、全国的にもあるんじゃないかなと、我々当たり前のように飲んでるけれども、うん、まあ、ちょっと一説によるとですね、まあ、サンゴ礁なんかも、まあ、2050年には消えますよと、世界中にですね、うんうんうん、そういう話もあるわけで、うんうん、まあ、今まで我々が当たり前に享受してたものは実はすごい貴重なものだったと、でこういうものを守りたいなと思った私、こう国会議員を目指したところもありまして、そうするとやっぱり自分の地域だけじゃなくて、まあ、日本とか世界のことも考えて仕事をしていきたいんですけども、やっぱり今その選挙制度っていう話などどうしても地元を意識しないといけないと、地元にし縛られて祭りも出なきゃいけないし行事も出なきゃいけないというような、こういう現状を打破するのでしなくてはやっぱり国の仕事っていうのはできないと思いますから、選挙制度を改革するというのは非常に大事だと思います、うん、はい、まあ、選挙制度はほんまにその、まあ、あれ実は公職選挙法というのは実は議員立法 で国会議員がうんって言いさえすればいつでも変えれる法律なんですね実は、うんうん、で、ただ定数とかね、うん、あれ実は根拠がないんですよね、全く、うん、ないですね、その市議会の定数、じゃあ住民何人に対して市議会議員が1人いないとダメとか、そういうまあ各どの選挙もそうなんですけども、実はそういうのはないんですね、でそのじゃあ ほんまにいろんなその皆さんの意見を聞いて集約して、それを行政に反映させるっていうのがそのどれぐらいの規模が適当なのかっていうのが一切わからない、でそれは日本だけじゃなくて世界中なんですよね、どの国もそういう根拠がないんですね、ただその時の時の与党政治家たちが自分たちの都合のいいように実は選挙制度
を作り変えていってるというのが実はこの世界の政治の世界なんですね、うんうんうん、で日本は、まあ、あの小選挙区の前は中選挙区でした、うん、で 中選挙区の前は実は小選挙区だったんですよ、うん、で今また中選挙区に戻そうっていう話が出てるんですよね、うんうん、だからそれはもう非常にいい政治の世界って、曖昧でね、うん、どうやってそのいろんな改革を進めようってなると、うん、やっぱり抵抗勢力が出てきて、はい、で自分たちがいいように特に与党が、うん、それを阻止するために選挙制度を変えちゃうんですよね、うん、そういうところを、まあ、我々は、まあ、だから今の小選挙区なんかまさにもう我々にとっては非常に、うん、まあ、不利な、うん、選挙なんですよね実は、うんうん、まあ、橋本代表なんかはね、うん、小選挙区制度が一番その政権交代に一番そのいいんだということを言ってますけども、うん、どう僕はちょっとそれは難しいんちゃうかなと、まあ、民主党みたいに、まあ、劇的なね、政権交代はありましたけども、うん、もう僕はもうあんな劇的なことはもう日本では起こらないと思いますね、うんうんうん、私はですねやっぱ、うん、地方選挙、まあ、地方中の地方ですね、鹿児島とかも、うん、地方選挙はできれば地方選挙の、まあ、県議選ですね、うん、これは中選挙区にしてもらいたいなっていうのがあるんですね、うん、っていうのはですね、鹿児島は別に自民党さんが云々じゃないですけど、要は51議席中36議席が自民党さんです、うん、でこれは何でかって言ったら田舎の方の選挙区っていうのは昔の明治の子を作った公職選挙法で大体1行政区から1人うん、決まってるんですね。そうすると、まあ、もう当然田舎の方で県議で一人区だったらさ自民党さんが勝つんです、うん、それは当然で、そうすると結局、まあ、県議会でもそう多数になって県議会が機能して、うん、でどうするかというと大体一人区を近隣の4つぐらい足して4にする、中選挙区を増やす、うん、地方でですね。でそのうちじゃあ自民党さんが2人出て残り2つは別なので出てくる、うん、そうする、まあ、県議会改革ですね、まあ、そういったの実は鹿児島の自民党さんの先生もそれ言ってるんです、うん、いやさすがにそろそろやんないといけないだろうって、うん、でこれをやる変えるには実は国で公職選挙法を変えなきゃいけないんです、うんうん、だからこれが一個あってで、まあ、ある意味、まあ、維新のある意味、まあ、統一地方選挙ですね、うん、目指す中にあって、まあ、ちょっと時間はないですけれども、うん、こういった具体的な公職選挙法を特に県議会レベルのこういったのを変えていくっていうのも一つの、まあまあ、建設的な地方議会ってんですね、うんうんうん、必要なのかなと私は思う。でもう一個全然別の視点から選挙法のことを言いますと、やっぱり、まあ、今日青年局で集まってますし、はい、我々若い世代としてはね、うん、まあ、これ僕のまだ党の意見じゃないですよ、個人的な意見ですけど、僕は絶対ネット投票をやるべきだと思ってるんですよ、うんうんうん、若者の投票率を上げるにはもう絶対それだと思ってまして、うんうんうん、で今もう本当に、まあ、前にもこの番組で言ったことありますけど、皆さん例えば本買うときにね、うん、もう買いたい本が決まってたら、うん、本屋まで行って買う人って若い世代ほとんどいないわけですよ、うん、ネットで買いますよね、うん、でやっぱそういうふうなもう時代の流れになってきてる中で、なんで投票だけはできないんだという話です。で、まあ、課題は確かにいくつかあるんですよ、個人認証の問題だとか、うん、その投票 の、 自由なね投票空間をいかにして確保するかとかいろいろあるんですけど、まあ、実際エストニアっていう国はもう10年以上前から、うん、世界でまだ唯一ですけれども国政選挙でネット投票やってますし、やってできないことではないんですよ。でやっぱこれだけその若者の投票率が低い中で、やっぱり我々若手の議員として、じゃあそれをいかに変えていくか、具体的に政治の世界でどう変えていくかって言ったら、僕は一つは絶対ネット投票だというふうには思ってます。そうですね、自民党のある、うん、議員さんも賛成ですからね、うん、ネット投票は、若い世代はその政党を超えて賛成をしてるんですよね、うんうん、で、まあ、自民党の中にも多少ちょっと前のめりにネットの投票をできるようにしたいっていう世代は、まあ、でもせいぜい50代ぐらいの人たちですね、まあ、でもこれ今見てくださってる方は、うん、そやそやとネット選挙って多分思ってくださるんじゃないかなと思うんですよ、ね、うんうんうん、まあ、ただやっぱ今ね高齢者の方が投票にはたくさん行ってらっしゃって、うんうん、でそこの票を頼りにしてる政治家政党というのは多いですからね、うん、ただね、そのまあこれインターネット選挙解禁の時に協議会というのが立ち上がってて、ね、はい、その中で、まあ、もちろんネット選挙、まあ、解禁した時僕は法案の提出者で、うん、ね、維新の会から言ってましたんで、うん、はい、いろんな議論があったんですけども、うん、
まあ、ネット選挙解禁の先にあるのはもちろんネット投票だという認識は各党持ってます、はい、だからこれはまあ時間はかかるかもしれないですけども、必ずそこに向かって、まあ、公職選挙法が変わっていくだろうなと思いますね、はい、エストニアなんかはね、120万人ぐらいの国家なんですよ、実は。だからまあ数がね120万なんで、まあできる、まあ、今もできてるという部分も確かにあるとは思うんですね。ただでも日本でも、例えばセキュリティが心配やっていう声はまあ必ず出てくるんですけども、じゃあその銀行のセキュリティなんて、そのもう完全にクレジットとかも全部決済できてるわけですよね。ほな同じレベルのセキュリティがあればちゃんとできるはずなんですよ。だからセキュリティがどうこうっていうのは僕はまあまあ心配してないです。ただその例えばどっかね連れてかれてこいつに投票せえって言ってやられて、それをどうやって、見分けるのかとか、そういう問題は確かにあるんですよね。ただエストニアなんかは何回でも投票できるんですよ。何回でも投票できて、投票終了時間まで何回でも変えられる。最後に投票した人に票がいくんですよ、面白いでしょ。だから意図的に誰かにその無理やり投票させられたとしても、はい、その後自分でまた投票し直せば、自分の思った人に投票ができる、で、いろんな意見を聞いて、この人ええと思ってたけどやっぱりこの人やっていうことも選挙が終わるまでできるんですよ。だからそういう制度もそのエストニアは担保しているんで、だからそういうこともまあこの国でできないことはないはずです、はい、いやそうですよね。の参議院選挙から、ね、ネット選挙解禁になって、うんうん、はい、まあ、はい、あんまり変わらなかったという意見も、まあまあ、まあ、ありますよ、ね、あります、うん、あります、うん、ただ僕はやってみて実際参議院選挙戦ってみて、もう毎日のように、うん、フェイスブック、ツイッターを更新できるんですね、うん、それまでできなかったわけですよね、うん、選挙始まったら。でもできる、これはねすごく当たり前のことだなと思ったんです。やってて、もう当たり前なんですよ。そうそう、毎日こんなことしてます、うん、今ここにいますって、こんなこと僕は考えてるんですって発信できるというのは別に何にも悪いことは何にもない。でも今できなかったのはおかしいと。あくまでやっと追いついたんですよ、うん、ネットの世界がまあ現状に追いついやっと追いついて、うん、まあ、これから、まあ、公職選挙をね、はい、例えば個別訪問今禁止されてますけども、うん、これもおそらくね、話出てくると思いますよ、ね、これからは、うん、で、まあ、公職選挙法って、あれ大正明治時代からものすごい古いんですよね、確かに、ね、その時の、ね、うん、その時の法まま来てる法律がたくさんあって、まあ、そんなんは全部もう今現代のあれに当てはめて見直さなあかん時期が、まあ、それはもう来てるんで、それはもう今自民党がね、やる気今実はあるんですよ、そういうこと。だから自民党がやる気のうちにね、我々はもう言うことをわっとちゃんと言って、逆にね、こっちが引っ張っていくねことをやっぱりしていかないと、まあどの法案でもそうですけど、やっぱり自民党が実は言いにくいことっていうのは我々は、まあ、今でもずっと言ってってるわけですよね。社会保障でも、ね、高齢者の方もカット、それはそんなんね、税金我々と今の福祉社会保障を受けてる人たちが均衡しようと思ったらすごい差があるんですよね。障害で今1億円超えてます、ね、1億円差が実は上と下であるということも分かってるんですね。だからそういうのを是正するためには所得税とかそういう税金も上げないといけないけども、やっぱりもらってる人たちもそれを落としてもらわないと絶対にこれは均衡できないんですよ。だからでも言いにくいですよ、もらってる方に。これ言うたら票が減るっていうね。いやでも僕らはやっぱりそれを言わないといけないんですよね。言っても僕は大丈夫だと思ってるんですよ。っていうのは僕の周りのね、講演会の人たちでも、いや自分らが、まあ、僕らの世代じゃないですよ、その次の世代、若いその今ね子供たちの世代が苦しむぐらいやったら、わしらもっと我慢できる、僕はそれはね日本人の、いいとこだと思うんですね。この国ってやっぱり素晴らしいなと思うんですよね、そういうところは。そのためやったら我々は我慢できるでっていう人たちが実はもう大半なんですよね。いやそうだと思いますね、うん、私も選挙の時お願いしたのはそうですね、うん、お子さんやお孫さんのための世代、そのために、うん、力を貸してくださいと、うん、やっぱですね、私もあったんです、まだ会社員の頃に、クリーニング屋のおばあちゃんがいて、もうその当時で
80代でしたけど、でちょうどですね、多分終戦記念日あたりでテレビで靖国の風景が流れてたんですね。でそれで、まあ、私があのいやおばあちゃんって今の若い方々って、まあ、自分の戒めも含めてですね、ちょっと部屋ボケしてますよねって言ったんですよ。そしたらですね、そのおばあちゃんは、いやいいのよ、平和なのはいいことなのよって、要はてっきり私はこうおばあさんにあんたたちちゃんとしっかりしなさいよって言われると思ってたんですね。まあ、そう言ってくれるんですね。やっぱそれは自分のお子さんお孫さんたちがやっぱ平和な社会で暮らすためにその世代の方々一生懸命頑張ってたんですね。でその下の、まあ、私からすると親の世代は、まあ、団塊の世代の方々一生懸命日本を強くしようとして、まあ、高度成長したわけですね。でその結果、まあ、今の現状ですよね。だからやっぱりそういったことの視点であの先輩方に話をするとですね、やっぱ分かったと、うん、言ってください。その説得を言いにくいことだけど説得をする、これが本来の私は政治家の在り方だと思うんですね。でこの、まあ、鹿児島であれば TPP もそうなんです。まあ、TPP もさあ今の現状のまんま鹿児島で TPP はさ損害です、それはそうだと思う。ただかといって今の国際状況で入らざるを得ないっていう状況になってる、それだったらどうするかって言ったら、分かった、じゃあ話をつけて一日でも早くその体制を変えていこうってリードするのがリーダーであり政治家ですよね。だからその先んじて言うこと、言いにくいことを言っていくと本来の政治家の姿っていうのをですね、やっぱ出していかないといけないですよね。そのための意思だと思いますね、私はですね。時間が過ぎてしまってますね。はい、そうですね。まあ、まあでもこれ別に10時までですけど、実は別に10時までじゃなくても大丈夫なんですよ。そうなんですか。実はこれもういくらでもあの体力の続く限りできんことはない。できないことはないです。あ、そうなんですか。カメラさんがぶっ倒れます。あのそうですね、いろいろスイッチされて意外ですね、あの気配ってらっしゃるから大変。まああのこれ今日はね青年局で、初めて、まあ、やりましたけども、これ今日だけじゃなくてこれから定期的に青年局として、あの維新のチャンネルも、まあ、一コマ担当してですね、やっていきますんで、今日は初めてでしたんで、まあ、いろいろとちょっともちもちしましたけど、まあ、これから、もっと、スマートにいろんな議論ができるようにね、まあ、これもあの、はい、慣れだと思うんですね。はい、百瀬君もですね、多分何回か出ればもっと、普段もっと喋るんですよ。一人で一人ごとをよく聞いてますね。ですので、まあ、あの今回は、あの今日あの皆さんにあの見苦しい点もあったかもしれませんけども、ちょっと、はい、何人ぐらいいるんですか青年局って。青年局は20人ぐらいですね。20人ちょっといてます今。そんなにいるんですか。はい、多いですよ。いてます。中年局を作ったんです。いやそれ ややこしいから、ややこしい。そういうなんかあのほら結局既得権益の打破やとか言うてるけど、青年局作った時点で青年局の既得権益ができてしまってるから、俺これもどうかなと思うんやけど、でもまあね、僕は作った方がいいと思ってるんで、それはやっぱりちゃんとした主張をね、自分たちの利益だけを言うんじゃなくて、やっぱりこの国のそもそもですね。西野さんやっぱり、あれ西野さんどうしました。そういえば、ああそうなんです、今日来る予定だったんですけど、ちょっと多分委員会の質問とか作ったりとかで、多分まあ委員会がね、もう本当にもう前の日にしか決まれへんっていうのがね、これがね、ダメなんですよ、国会の運営がね。これそうです、まあね、何のことか分かってない、分からないから、またあの今度機会あったらこれまた説明します。参議院に僕、まあ、入ってばっかり初めてのちゃんとしたというかしっかりした国会です、まあバタバタ予定変わりますね。そうでしょ、本当に次の日の予定決まらないし、で次から次いろんなこと入ってきますし、何なんですかねこれね。いや、ね、まあ、大体忙しい時なんて、あの4つ5つ会議重なるでしょ。重なるかもしれない。あんなんかでもお構いなしにやらないと、うん、もういつまで経ってもスケジュール組めないんですよ。だからもうああいう風になっちゃうんですよ。
うん、でも来られへん人はしゃあないってなるんですけど、ちょっとだけ顔を出して次行くとか、うん、そんな申し訳ないな思いながらも、そういうのってあの都道府県議会ではもうありえへんかったんですけどね、うん、だからその自民党でも都道府県議会出身のね、うん、あの地方議会出身の人たくさんいてるから、うんうん、この国会のやり方おかしいんちゃうかって思ってる人たくさんいてるはずなんですけど、言わないんですよね何も。あとね、あの通告って何すか、事前通告ってなんで言わなあかんんですか、事前に。あれおかしくないですか。前の昨日僕今日質問があったんですけど、昨日の晩もちょっと遅くなったんですよ。あの事前にこんな質問をしますというのを伝えなきゃいけないわけですね。でそれに対してまあ官僚が答えを用意するわけですよね。でマナーというかルールだと2日前のお昼の12時までありますありますっていう風に聞いたんですけど、そんなん無理ですよね。それは無理です。で昨日前日で、ですもん。ですよね。前日のまあ夜7時8時頃までや、あのまで決まってなくてどうしようかってあのね、あの秘書さんとかと一緒にやってたんですけど、そしたらまあ最速の電話がまだですか、まだですか。でもね、本当は質問を事前に渡したら答えも向こう用意してくるわけですから、もう討論が面白くないですよね。今日みたいに何の台本もなくて、もう自由にこう喋ったらそれの方がね本音で話せますし、私も本当まあ、なんですか、極論言ってしまえばですね、はい、委員会って全部目の前にマイクあるじゃないですか実は、はい、発言席以外にマイクあって、うんうん、あれ一気に討論したっていいわけです。本当そうです。あの提案委員長ってなんすか、委員長って一回一回手を挙げてみんなでさあどうしますっていうのでも、うん、本当はあれ、まあ、それも一つの案だと思うんです。あの、ね、あとあの質問じゃもう口まくってます。本当おかしなこと多いです。質問時間も、うん、与党自民党が一番多いですよね、うん、人数の多い党から少ない党に 少数政党に向かってどん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 質問時間って減ってきません？逆です、衆議院逆です。あ、ええ、衆議院与党はちょっと少なめにして、衆議院はあの例えば今日の、はい、政治倫理と、はい、選挙を何だっけ、めちゃくちゃ政治倫理の確立と公職選挙法改正に関する特別委員会です。正解覚えてその会議、あの委員会なんかはね、政倫審って言うんですけど、うん、あの、うん、与党の質問はゼロです。臨戦徳、臨戦徳、うん。あ、そうですか。与党の質問がゼロです。で、そのゼロの分を、まあ、野党に回すということを、それは理事会で実は話してるんですよ。なるほど。それはだから、あの与党と野党でやり合いして、そういうふうにしてるんですよ。だそこはだから、参議院は、もう参議院もそういうふうになってると思ったんですけど、ちゃうんですね。いや、特に最初 の, あの大臣とかの何ですか、うん、趣旨説明というか意見表明みたいなところに対する質問の時はもう自民党が一番多くてですね、はいはい、そしたらもう身内のこと褒め合うわけですよ。大臣はこんなことで頑張ってるし、ね、それはちょっとないな、身内褒め合うなんてね。だから質疑とかでもありますよね。まずうちも、まあ、衆議院も一緒ですけど、まず自民党さんから、はい、まあ、公明党さん、うん、民主党さん、維新ってなりますよね、うん、まあ、そういった順番でやっぱ中にやっぱり与党ってあって、まあ、大臣ももちろん自民党さん与党だったりすると、うん、たまに褒め合いしてますもん、ね、してます、してます、いい政策ですね、いやいやいや、いい政策で、いやいやいやって、そうそう、いや、いい、その先生にも頑張っていただいてみたいなね、もういいんじゃねえかって思う時ありますよね、うん、厚生労働なんかでも、うん、はい、あの自民党は15分しかなくて、うん、まあ、維新の会やったら、うん、2時間近くあったりとか、あ、そうですか、それだったらね、はい、まだね、うん、はい、まあ、野次もありますだと。4時はあるでしょうね。今んとこないですね。あ、またないですか。民主党の質問に対するもういろんなもう大変ですね。ああ、そうですか。委員会ではない。本会議ではね。本会議ひどいですね。本会議はひどいですね。あれテレビでは聞こえてないですよね。そう、全然聞こえないですよね。そう、うん、会議場では結構ヤジ飛んでますけど。すごいヤジですね。テレビに映ったらないですね。うん、あの音声の関係だと、うん、あ、そうですね。あのもう10分になっちゃいましたあっという間にまだちょっと時間最後ね、これに懲りずにですね、はい、まあ、青年局の会もまた皆さん可愛がっていただけたらと思います、うん、まあ、維新の会の青年局だけじゃなくてですね、これから各党のね青年局の方々にも来ていただいて、いろんな、まあ、その政党を超えたね、世代の同じ世代の国会議員の話をやっぱりしていきたいなと思ってるん で、うん、で自民党がね、小泉さんが青年局やったらもう絶対来てくれないのはもう間違いないですけど、うん、まあ、青年局長じゃなくなったんで、まあ、自民党もちょっと来やすいかなと、うん、まあ、僕はやっぱり与党の、まあ、大政党にね、やっぱりいろいろな話、こういう平場で
っぱりしたいですよね。やっぱり、まあ、僕らはもう、もう何も関係なしに言いたいことを言えますけど、まあ、まあ自民党はどうかなっていうふうに思いますしね。まあもともとね、僕も自民党やったから、まあ自民党のことはよう分かってるつもりなんで、はい、まあそういうことで、本日はこの辺で、終わらせていただきたいと思います。どうも長らくご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。こんにちは。はい、はい、まだ映ってるんですよ。まだ映ってますよ。まだこれね、気抜いたらダメなんですよ。これまだ映ってるんですよ。ハッチって何ですか？パチパチパチです。これです。ハッチです。すごい。ありがとうございます。もう。はははは、かと思います。ちゃちゃちゃ。それ。はい。もう一枚撮ります。あ、写真？写真が。はい、ありがとうございます。いやいや、神様もう完全にもう定着しましたね。なんか神だから定着した。神じゃないんですよね。神主なんです、ね。いやこれなんか流行るね、これ。なんかゆるキャラ作る？次デコデコに神って書いて出てほしいな。ですね、神の内とかなってますから、ね。名前変わっとる。風の谷の山の内。あれがツボ。あの風の谷の山の内なんで来たかなと思って。ジョンカメラとか言われてますよ。うん、みんな上手いな。神か。いややっぱコメントはね、やっぱり。面白いですよ、面白いですね。で、こういうね、コメントと双方、はい、これ双方向なんですよね、これ。はい、そうです。まあ、コメントって、いわゆる双方向なんで、こういうのってやっぱりね、なかなか僕らもね、地元しかないですから。そうですよね。いや、いいですね、やっぱり双方向で意見聞きながらですけどね。今、いいえ、片方です。あ、そうですか。それ、そんなことない。そんなことない。聞こえますけどね。そんなだからさっき紙の内で投票しようとか書いてたんですけど、紙の内1票入るんですかね。3分の2合ってますからね。3分の2合ってますね。3分の2合ってますからね。そうですね。でもいいですよね、こういったのも。本当ですよ、ね、活用して、で来週あれですね、内閣委員会なんかスペシャル、うん、ああね、これからちょっと委員会単位でやるみたいですね、やっていこうという話、うん、今日ね、広報委員の人いないですかね。僕広報委員なんですよ。あ、広報委員です。ああ、そうです、ね、そうです、あ、そうです、うん、あ、今日僕は今日は委員会だったんで、なんでかじゃないけど、ゆで卵が好きかどうか聞かれてるんですけど好きです。なんで聞かれてるのかよくわからないしきまさはるに似てるなってこの前読んだ。え、誰言ってる今、浦野は一色正春に似てるなって出ましたよ。この前講師で呼んで来てくださったね。一色さんやっぱりだから呼んだんですかね。さっきさ、いやいやいや、でもでかかったですね、一色さん。多分ゆで卵はあの筋肉マンに出てそうだからっていう、多分。なるほど。似てる、確かに。そういう似てるかもしれない。そうかな。まあ、僕は、まあ、ゆで卵は好きです。それ食べ物の方ですか？どっちも好きです。あ、どっちも。筋肉マンなんてもまさに僕らがジャンプを読んでた時 そうですね、その世代リアルタイム世代ですから、ね、私はちょっと見てないんですね。私は最初ジャンプ見た時、あのナッパが出てましたね、ドラゴンボールで。ナッパ、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 もうだからもうサイヤ人が出てる時、サイバイマン結構行ってますよ。結構行ってるんだ。だから小二ぐらいじゃないですか。あのサイバイマンがあのヤムチャと自爆して、自爆でやられて、でその後ナッパが行こうとしたらベジータがやめろナッパって言ってナッパが押すみたいなところですよ、最初。完全に世代違うな、うん、俺らだって僕らドクタースランプあられちゃんからですもんね。そうですね、そうですね、そうですね。マイチングマチコ先生とか ねあの辺ですよ。マイチングマチコ先生違います。それはちょっと微妙にね、いや年下のはずなんですよ。上の話を見せたらしましたよね、はい。てかまあ何もいつまででも終わんないんで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。